はい、皆さん、こんにちは。今日もテラテックワールドやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回、シリコンの方をなんとか取って、バッテリーを作るところまで行きました。今日はバッテリーの方を作っていきましょう。こちらですね。材料の方は全部突っ込んでありますので、どうなんだろう、これ。教えていただいたやつでは、まあ、材料を入れる前に、選んで、そこから入れることによって、勝手にですね、こちらの方のインベントリに入れてくれるということでしたので、これからはこうしていこうと思います。情報ありがとうございました。ということで、バッテリーの方を作っていきましょう。ようやくバッテリーの方が、増えますね。もう一個ぐらいつけてもいい気がするな。さあ、もう一個ちょっとつけていきましょうかね。1個はゲット。ちょっと待てよ。場所がかなりでかいな、これ。はい、こちらの方で1個、2個まではいけるかな。はい、こんな感じですね。で、続いては敵を破壊する3人。ということで、敵を倒してきなさいと言っていますので、まあちょっと一旦変えよう。こちらの方一旦浮かせて、バッテリーの方を、横でいっか。2つつけてみましょうかね。リアクターのキャパシティが限界に近づいてます。あ、やばいね。本体の方のキャパシティが限界なのか。操縦ブロックの方がそんなにまだ選べませんので、どうしようもないな。さあ、ではちょっと倒していきましょう。弾は100発ぐらい、200発ぐらいあるのか。なので、倒せると思います。レーザーの方もバッテリー2つ分空きましたので結構やれますね。さあ、どこにいるかな。いつもは結構いるんですけど、なかなか見つかりませんね。新しい素材の場所でも行ってみようかな。ちょっと一旦陸沿いに行っていなければ、ちょっと海を渡りましょうか。あ、奥に一体いますね。よしよしよし。では、ここを渡って、で奥にいるやつをちょっと倒すか。さあ、敵からパーツをもらわないと自分が強くなれませんからね。あ、しまったな。ちょっと荷物を置く場所を作っとけばよかった。さあ、このなんかちょっとでっかい車、おお、弾かれたよ。弾かれたけど大丈夫。ひっくり返ってる、ひっくり返ってる。おっしゃ、今のうちだ。あ、起きちゃった。さあ、撃ってきましたね。さあ、こちら一応砲台2個になってますので、少し攻撃力は高いと思います。よし、あとは敵の本体のところを壊せばいいので、レーザーで OK ですね。ここを壊せば、とりあえず1体目、あ、カウントされました。よし、OK。パーツゲット。よし、全部もらえたのかな？車輪はベーシックのタイヤか。いらないな。車輪のショー。やばいな、この、ちょっと瓦礫を捨てていくか。いっぱい荷物がありますね。こちら、せっかく、カーゴの方つけてるんですけど、荷物がいっぱいで、もったいない。よし、こんな感じで行きましょうか。よし、さあ、あと2体倒せば、あ、やばいやばい、拾った拾った。拾ったよ、瓦礫を。これ、後ろに進んではダメなんだ。さあ、もう一回捨てていきましょう。で、前に進んで、とりあえず行くと。車輪があるので、車輪も拾わないようにしないとね。よし、OK。シリコンあったら、ぜひ取っていきましょうか。あ、こいつだ。この細いやつですね。やばい。そして、坂道が登れない。これがシリコン。クォーツ、シリコンもらえますので、これ取っていきましょう。よし。はい、シリコンゲット。やばい、坂道が。坂道は結構きつい。さあ、壊していく。シリコンいっぱい取っていきましょう。いやー、バッテリーがめちゃくちゃあるの楽しいな。ずっと採取できますね。よし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 。さあ、そしたら、さあ、どっかに敵がいないかな。加速して登れるか。車体がかなり重くなってるので、厳しいですね。よしよし、登れそう。ギリ登れそうだ。はい、上の方まで来てみました。あ、このでっかいやつはなんだ？これもクォーツか。シリコン、ゴールドって書いてあるな。さあ、ゴールドも取れるのかもしれない。
あ、やばい。全部落ちていった。やばい、落ちていったよ。せっかく登ったのに。さあ、クォーツ取っていきましょう。シリコンめちゃくちゃ入ってますね。カーボン。シリコンどれだ?これか。24個。あと、この、青いキノコはどうなんだろうな。青いキノコもカーボンどれぐらい取れるかちょっと見てみましょう。よし。さあ、これであとはここの部分も切っていくと。ばらしていきましょう。あ、電池切れだ。久しぶりに電池切れですね。よいし。さあ、2本あれば切れるかな?よし、切れました。さあ、回復4本させて、行きましょう。奥にまだ敵がいますね。バラすとちょっと破壊しやすくなる。よし、オッケー。カーボン。で、クォーツですね。あ、ゴールド。ゴールドか?これは。ゴールドをいただきましたかね。よしよしよし。さあ、そしたら敵を破壊しよう。こいつは、弾むから、吹っ飛ばしてと。はい、ちょっと膨らませましょう。オッケー。さあ、敵がいますね。なんか雷みたいな音が聞こえるけど。あ、やばい。撃ってきた、撃ってきた。めちゃくちゃいっぱい来た。ああ、吹っ飛ばされたよ。どこ行った?吹っ飛ばされてどっか行った。やばい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 。いきなりこっち来た。はいはい、撃とう、撃とう、撃とう。さあ、吹っ飛ばされたやつがいましたね。ああ、逃げてった。ちょっと待って、なんか弾かれたやついるよ。いや、なんかすごいミサイル撃ってるな。さあ、ああ、ちょっと待って、これ、他のやつと、ああ、なるほど。車同士で別の、あれか、組がいるのかな?なんか違うやつと戦ってますね。ちょっと待って、あの赤いやつはまた別チームなのかな?さあ、とりあえず撃っていこう。さあ、こっちのダメージどうなのかわかりませんが。いや、とりあえず死にかけて、危ない危ない危ない。自分も近づいたらダメだ。飛ばされる。さあ、もうちょっとで赤いやつが、部品がありますね。よしよし、出てきた。お、なんかいいね。さあ、もらっていきましょう。ちょっと違うパーツが欲しい。よしよしよし、なんか飛んでったよ。さあ、待って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 。逃がすか。やばい、弾がなくなった。弾がなくなってしまった。そんなすぐ弾なくなるのか。レーザーしかなくなってしまった。そしてどこ行ったのかわからなくなった。さあ、どこ行った?一人消えましたね。なんてことだ。もうレーザーしかない。レーザーでなんとかしよう。ああ、上にもいるな。先ほど一番最初に戦ったやつがいますね。よし、破壊は一応、カウントはされてるので、破壊してありますね。よし、あとはこいつだ。いや、弾が200発でもこんなすぐなくなるとは思ってなかったぞ。さあ、タイヤが取れた。相手のタイヤ取れた。電池切れ。パーツ回収。さあ、再び、レーザー撃っていこう。よし、オッケー。オッケー。さあ、倒しましたね。で、パーツがいっぱいあって、取れないと。少しちょっと捨てながら、パーツの方、回収しましょうか。これなんだ?ブースター。ブースターがもらえた。そしてキャノンですね。弾が13発しかない。あれ13発はあるけど、撃てなかったな。さあ、いらない瓦礫とかをちょっと捨てつつ、荷物をまとめましょうかね。カーボンもいっぱいあるな。これが今ちょっとわからない部品ですね。よし、さあ、ちょっとこれで取れるかな?パーツ取れるか見てみましょう。いや、取れんな。どれぐらいの大きさだろう?こいつと同じ大きさがあるのかな?これでもまだ取れない。どんだけでかいんだ?ブースターと砲台、そして炭素はこっちに入れる。これ、どういうことだ?車輪中。つけることはできるのか。結構デカめですね。車輪中、ちょっと入れてみよう。こういうやつから、回転。どうだ?どういう回転がいいんだろう。こういう回転か。二つ分なんか使ってるな。オッケー。で、これは、ライトか。ライトは一旦ここに片付けよう。
ということで、もう一個の車輪もちょっと取ってみましょうか。こいつを一旦入れる。ライトがいっぱい増えてきた。で、車輪は片付ける。で、このタイヤを入れていこう。どんな感じで入れるんだ？こうですかね。あ、これちょっと待って、下向きにしたいけど、こうか。こんな感じか。それか、ああ、でも上に向いてしまうんですね。こういう感じでもいいかもしれない。どうだ？よくわからないな。ああ、でもこうだね。こうですね、やっぱり。下向いてる。よし、こんな感じで行ってみましょう。OK。で、パーツを拾っていこう。はい、そしたら続いて、おお、油断した。サイロを作りなさいということですので、戻ってちょっとサイロ作りましょうか。回復が必要なのかな？緑色になってしまいましたね。R で回復ができるはずなんですけど、どこの画面だろう？さあ、これで大丈夫かな？戻ったのかどうかよくわかりませんが、とりあえずゲットですね。パーツはあるけど、このパーツは何だろう？ああ、荷台がないのか。サイロ作ってとりあえずパーツを片付けないとダメそうですね。ということで、このまま一旦ちょっと帰りましょう。さあ、では作っていきましょうか。サイロ。サイロはここじゃないな。どこだ？ここかな？サイロ、サイロ。サイロがない。どこだろう？さあ、サイロが、あったあった、これだ。必要なものはアルミニウムとカーボンということで、カーボンがあれば OK ですね。で、あ、そうか、電源がなかった。電源を入れていくと。はい、つけていきましょう。よし、これで作られてますね。OK。はい、持つこともできました。はい、ということで、これで OK。はい、サイロを設置しましょう。ここの角っこでいいかな？よし、これで、はい、これで OK。で、ここをつけて、中にしまっていきましょう。ブースターとかもまだちょっと使えませんので、このまんまちょっと保管する形ですね。あと、パーツもちょっといらないので、パーツもちょっと入れていきましょう。これは重ねられる砲台。サイロ1個だけじゃ足りないな。ちょっと電源を切ってしまいましたが、電源を入れて、もうあと1、2個サイロの方ちょっと作りましょう。これはシリコン。こちらですね。サイロも、でもでかいのもあるのか。アルミニウムとカーボン。まあ一回ちっこいのとりあえず作っていきましょうか。入力待ち。で、電源は入ってますよね。パーツの方は、アルミニウムがないと。ああ、アルミニウムがない。本当だ、アルミニウムがなかった。ということで、どっかに入れてないかな。これか。ありましたね。アルミニウムの方ありましたので、こちらの方でサイロを作っていきましょう。OK。よしよし。これで少しはアイテムの方が持ちますね。さあ、もう一個サイロの方をちょっと置いておきましょう。そして、荷物を預けると。カーボン、シリコンがいっぱいですね。押すだけで、押すだけで入るね。押すだけで入りますので、OK。大事なものから入れていこう。車輪の章は1個目の方にありましたね。OK。さあ、やばい。アイテムが全部上げちゃったせいで。弾を作りたいんですけど、弾も作れない状態かな。そうですね。これ、アルミニウム待ちなので、ちょっとアルミニウム取っていきましょう。そして、発射パッド RA7 をクラフトすると言っていますので、しまった。素材見とけばよかったですが、こちらの方をちょっと制作しましょうか。さあ、弾の方の制作が開始されましたね。ということで、続いて RA7 発射パッド。発射パッドは何だろう？ブロッ
くではないのかな？という感じではないですね。ここなのかな？あ、これか。発射パッド RA7 というのがありますね。こちら必要なものは、製鉄が12、アルミニウムが9、そして銅が12。あ、シリコンが15か。結構な量作らないといけませんね。ということで、現在、あ、ちょっと待ってよ。これ、1個ずつ作ろう。銅が、12ですね。まずは12個作りましょうか。銅入ってるので、ちょっと待ってよ。これで、電源を、あ、やばい。電気が足りないのか。弾作ってたんですけど、電源が足りなかったですね。もう一回つけよう。とりあえず1個ずつ作って、材料の方を入れて、部品作りましょうか。さあ、ちょっと暗くなってしまいましたが、パーツの方、アイテムの方は集めましたので、こちら作っていきましょうか。これで、あ、1個足りない。何が足りないんだ？これ、カーボンか、シリコン。シリコンの方は今12個あるので、ああ、あと3つ足りなかった。シリコンをちょっと作らないとダメでしたね。ということで、シリコンの方を3つばかし作りましょう。あ、スイッチ入ってましたね。OK。で、なんだ？電源が入ってないのか？電源入れていくと。で、シリコンの方3つ作れば、こちらの発射台の方は作れますので、よし、完成しましたね。一旦電源切っておきます。で、こちらですね。3つ入れてあげる。これでどうだ？はい、電源オン。さあ、発射台の方ができましたね。よし、あとは電源切っておきましょう。うわ、結構でかいね。これ何に使うんだろう。さあ、とりあえずこれを設置しないとダメだと思いますので、こちらを設置していきましょうか。うわ、でかい。うわー、これは困ったな。少し、土台とか作ってから、こいつは入れることにしましょうかね。鉄とカーボンがあれば、土台は多分できたはずですので、カーボンはある。あと、いらないものをちょっと片付けよう。金、鉄ですね。鉄、これで、クラフトの土台ですね。これ何個作れるかな？さあ、こんなもんでいいかな？さあ、ちょっと作ってる間にどんどん広げていきましょうか。どうしよう。奥行き広げる。あ、なんか落ちてる。これなんだ？こちらの方にちょっと作っていきましょうかね。さあ、ここにはめていく感じで。どれぐらいの大きさだろう？ 4 マスぐらいかな。やばい、変な回転してるけど。いや、これ合わせるのが、なんだ、角度的にきついのかな？さあ、角度的に合いませんね。それか自分がいるからか。少し離れて作っていきましょう。よし。さあ、これで置けるかな？ちょっと、はみ出してますが、置いてみましょうか。さあ、そして、次のタスクは、分解器 Y2 をクラフトすると。まあ、これが何に使うのかがわからないけどな。アルミニウム発射パッド。ミッションの進行ってなってますね。まあいいか。続いては分解器の方を作りなさいと。分解器これか。鉄の方が6。あ、鉄が12。そしてアルミニウムが6ですね。という、危ない危ない危ない。間違えた。間違えて発砲してしまった。鉄の方が、これが、あるので、アルミニウムがないんですね。ということで、鉄を持って、あとアルミも持っていって、作りましょうか。さあ、こちらですね。材料の方は全部入りましたので、作っていきましょう。これで、アイテムの方は出来上がりましたね。大きさ的にはどんなもん？あ、こいつもでかいのか。こいつもめちゃくちゃでかいですね。分解器ということで、また、拠点の方の大きさを広げていかないと、全然足りない状況になっています。半分ずらしでも、これ乗せれるのかな？乗せることはできるのか。はいはいはい。ということで、続いては赤鉄鋼のかけらを探すのか。
そういう感じですね。電力は一遍にやると無理ですので、これなんか、レシピがあるよってなってますけど、まあレシピどうなんだろう、これ。何をしていいのかもちょっとわかりませんが、まあこちらは今後使っていくんだと思います。最後にですね、あれ見ておきましょう。まあ目標のここですね。しっかりとリワードもらっておかないといけませんので、トラクタービーム。あ、新しいのなんかもらえたのかな？これコンプリートして、あ、テックヤードに戻らないといけないのか。こちらの方に戻って、リワードの方だけ受け取っておきましょう。こちらですね。まず、これを設計図もらった。あと、これは何だろう。発射パッドなんとかをクラフトする。星は20か。20もらいました。サイロをクラフトするのも20もらいました。ということで、他も敵を、そしてライセンス、ナビゲーターキャップ、キャブか。ごつそうなのなんかもらいましたね。そしてバッテリー賞を受け取るで、30となんかをもらってる。EM スキャナーかな。で、バッテリー賞をクラフトするで30ですね。他は特に、ないかな。こんなもんかな。はい。ということで、まあ今日はこれぐらいにして、次回ですね、またこの続きやっていこうと思います。それまでにちょっと今日、基地の方は、幅を広げておきましょう。なんかちょっと進んでるのか進んでないのかよくわかりませんが、まあこんな感じでどんどんとりあえずはタスクをこなしていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。